皆さんこんにちは。ウェイユーが世間を見る絵をこそ。先日、イギリスの新聞、デイリースター紙は、クレムリンの内部関係者が、プーチンの追悼式を11月5日に秘密裏に行われることを明らかにしたと報じました。プーチン大統領は亡くなったのでしょうか皆さんは、プーチンがもう亡くなったと思いますかこれは 私がでっち上げているわけではなく、最近一部報じられている情報を皆さんと共有しているだけです。彼の死亡の噂は2週間前に広まりました。確かに彼が習近平と会っている姿を見ましたが、それはプーチンの影武者だという人もいます。さらに興味深いことに、このような噂に対して、クレムリンは3度も公式に 噂はデマだと打ち消しました。三度も噂に対処したということ自体が噂とは思えなくなります。今日はなぜプーチンが死亡したという噂が飛び交っているのか、そしてプーチンには本当に影武者がいるのかについてお話ししましょう。イギリスにはデイリースターと呼ばれる大衆新聞があります。この会社は1978年に ロンドンで設立されました。この新聞は軽いエンターテインメントニュースを中心にしていますが、取り上げるニュースは非常に幅広く、何でも報じます。大胆な報道で知られ、その大胆さゆえに真実かどうか疑問視されることもあります。ただ、この新聞には価値ある情報も含まれていると考える人もいます。私はこの情報の出所と、 メディアの背景を説明しましたが、これからお話しする内容の信憑性は、皆さんで判断してみてください。デイリースター氏は次のように報じました。クレムリンで11月5日、プーチンの追悼式が極秘に開催された。この情報はクレムリンの内部関係者から漏れた。プーチンは本当に亡くなったのでしょうかいつ亡くなったのでしょうか そして、この情報はどこから漏れたのでしょうかこのすべては10月中旬、テレグラムのジェネラル SVR 対外情報局の将軍というアカウントから始まりました。このチャンネルの情報源はクレムリンの内部関係者だとされています。プーチンの死亡の噂はおおよそ2週間前から流れました。プーチンの健康に関する噂は ロシア・ウクライナ戦争が始まってからも絶えず広まっていました。プーチンは以前から心臓病を患っており、他にも多くの病気に苦しんでいたと言われています。健康問題は非常に深刻でした。そして最終的には心臓病が彼をダメにしたとされています。以前にプーチンの健康問題について噂が広まった際、 クレムリンは無視していましたが、最近この噂に対して、クレムリンは3回も否定する対応を行ったのです。最初の反応は10月22日でした。その噂というのは、プーチンは渋滞でバルダイの住居の集中治療室に運ばれ、人工呼吸器を装着し、バイタルサインをモニターする機器や装置につながれている。医師たちは楽観視しておらず、 彼を救うために最善を尽くしているというものです。ただ、このような状況下で、ロシア連邦安全保障会議は、ニコライ・パトルシェフ長官を中心とする政治局を準備しており、暫定的にプーチン大統領の影武者を務める人物を大統領の代わりに手配しているといいます。そして、数日後の10月27日には、 プーチンが死亡したという噂が広まりました。プーチンを治療していた医師は自宅で軟禁され、遺体すら封鎖されたとされています。この情報によれば、この時点でプーチンの弾薬を使用することはクーデターとみなされる可能性がある。また、世界中のほとんどの国の指導者たちは、この情報をすでに知っているが、これは国家機密であるため、 みんな口を閉ざしているというのです。この情報によって、クレムリンは2回目の噂の払拭を行いました。話はここまで進みましたが、皆さんは、プーチンが亡くなったという情報を信じますかプーチンは10月17日に中国を訪れ、一帯一路サミットに参加し、習近平と会談しました。プーチンは直接姿を現しましたが、 依然彼の死亡の噂は消えていません。なぜなのでしょうか。情報源によると、北京を訪れたのは、プーチンの影武者だと言われており、プーチンは少なくとも3人の影武者を持っているとされています。プーチンの影武者に関する噂は、ますます広がり、クレムリンは、再び否定せざるを得なくなりました。11月6日、ロシアの衛星通信社は、ドミトリー・ペスコフ、 ロシア大統領報道官が大統領の影武者の存在についての憶測を否定したことを報道しました。今、我々が見ているのは誰か今朝、慰霊碑に花を供えたのは3番目の影武者かそれとも4番目か本当に理解しがたい。プーチン大統領はただ一人しかいない。と彼はこのように述べました。皆さん。 とてもおかしいと思いませんかある国の大統領が影武者を持っているという噂が大統領府を驚かせ噂に反論するために出てきたのです。中国共産党における噂はしばしば予言のはるか先を行くことが多いですが、ロシアの噂も同じかもしれません。しかし通常、本当に問題がなければ気にすることなく無視するでしょう。 大統領報道官がこの噂に反応している事実が非常に興味深いです。皆さんは大統領が影武者を使うことは不思議だと思いますか実際、歴史上多くの政治家が影武者を使用してきました。古代エジプトの長老、アレクサンダー大王、かつてのルーマニアの独裁者であるニコライ・チャウセスク、そして ヒトラーも影武者を使用していました。彼らは彼らの兵士を影武者として使用し、形成外科手術を通じて、彼らとうり二つの替え玉を作り出しました。現代の形成外科技術はさらに進化しており、替え玉を作ることは難しいことではありません。需要があれば可能です。ヒトラーの影武者に関するエピソードを紹介します。 第二次世界大戦中、ある日、ドイツのミュンヘンの通りで、ヒトラーは部隊の検閲を行っていました。突然、一発の銃弾が飛んできて、彼の肩に命中しました。警備員たちは見直せりましたが、幸い、命に別状はありませんでした。そして、そのヒトラーは、五千マルクの賞金と休暇を得ました。そうです。 実はこのヒトラーは単なる替え玉だったのです。ヒトラーは実際に3人の影武者を雇っていました。彼らはヒトラーの服を着て慎重にメイクを施し、20メートルの距離からは本物と見分けがつかないようにしていました。そのうちの1人の影武者は声までヒトラーと瓜二つだったといいます。これらの影武者の主な任務はヒトラーの代わりに 車で街を巡回し、舞台を検閲したり、演説をする必要のない場面で顔を出すことでした。しかし、これらの場面では常に暗殺される危険が伴っていました。この三人の影武者は、ヒトラーの影武者として活動するようになってから、彼らの本名や身元は抹消され、彼らの存在は永遠に秘密でした。内部では彼らは別のコードネームを持ち、 リトル・ウィリー、オールド・ビスマルク、バジーと呼ばれていました。ヒトラーの影武者たちは、ヒトラー本人とは異なる性格を持っていたことでしょう。特に、リトル・ウィリーは非常にユーモアがあり、使用人たちと親しく接していたと伝えられています。また、リトル・ウィリーとヒトラー専属の女性使用人、エマ・クライシュは恋中にあったとされています。 しかし、彼らの特殊な身分ゆえに、彼らは自分たちが一緒になること、その見えない牢獄から抜け出すことはできないことを理解していました。ですから、リトル・ウィリーがヒトラーとして任務を遂行するたびに、エマは彼が無事に帰還することを祈っていました。彼はヒトラーの影武者として常に待機しなければならず、 休日はほとんどありません。これらの影武者は一年中勤務している状態です。敷地内から出ることは許されず、外界との接触も立たなければなりません。刑務所にいるのとそう変わらないのです。プーチンの影武者について考えてみましょう。もし本当に影武者が存在するなら、それはプーチン本人とは異なる特性、性格や 笑顔を持つ人物かもしれません。皆さん、10月17日のことを思い出してみてください。プーチンが北京で習近平と会談した写真を見てみましょう。当時の表情は確かに奇妙でした。プーチンは習近平を崇拝しているような表情をしており、眼差しに情熱を感じるようでした。以前、プーチンは習近平を非常に軽蔑的に見ており、 州主席のノートを嘲笑していました。プーチンの影武者でなければ、このような崇拝の表情を見せることはありえないでしょう。実はもう一つ、非常に疑わしいことがあります。誰がプーチンの死と、その影武者のニュースを広めているのでしょうかなぜこれほど噂を騒ぎ立て、なぜこれほどまでクレムリンはいわば協力的に反論しようとするのでしょうか 今日、私は2024年に関するバババンガの予言を見ました。バババンガを覚えていますか彼女はブルガリアの盲目の老婦人で盲目の予言者として知られています。彼女は過去にいくつかの大事件を正確に予言しました。例えば、イギリスの EU 離脱、チェルノブイリ原発事故、ダイアナ妃の死、そして、 ソビエト連邦の崩壊などが挙げられます。彼女は未来を見通すことができ、その予言の的中率は85%以上だと言われています。バババンガは1996年に亡くなりましたが、2024年に関するいくつかの予言を残しています。彼女は2024年について7つほど予言しています。まず、プーチンについての予言からお話ししましょう。 バババンガは2024年にロシアのトップ、つまりプーチン大統領の命を狙う人物が現れると予言しています。プーチンはバババンガの予言が現実になることを恐れているのでしょうかそれで彼は3つや4つの影武者を用意しているのかもしれません。これらの影武者の噂は円幕のように広まり、クレムリンの反応と相まって、 これらの噂は、ますます現実味を帯びてきました。プーチンがすでに亡くなっているのか、それとも、彼には複数の影武者がいるのか、これらの情報は、暗殺を企んでいる人々を煙に巻き、手がかりをつかませず、彼らを封じ込む意図があるように思います。バババンガのプーチンの暗殺にまつわる予言を見ると、やはり、的中率は非常に高いです。プーチンも、 自身がウクライナ戦争によって敵を作ったことを知っています。したがって彼が暗殺される可能性は非常に高いです。そしてもし本当にそうならプーチンの運命を変えるのは難しいでしょう。彼が避けようと努力したとしてもそれは無駄でしょう。バババンガは推測や分析ではなく未来の光景を天目で見ていたとされています。 彼女の2024年に関する予言には、プーチンの暗殺だけでなく、ある大国が性化学兵器の実験または攻撃を行うとも述べられています。ただし、その大国がどの国かは説明されていません。皆さんは世界にはどのような大国が存在するかを考え、どの国が性化学兵器の攻撃を行う可能性が高いかを 想像してみてください。予想をコメントで共有していただければ、後で誰が最も正確な予測をしたかを確認できます。バババンガはまたヨーロッパについても触れており、ヨーロッパでテロ攻撃が再び起こる可能性があると述べていました。現在、中東の戦争が世界中の異なる宗教間の対立を引き起こしており、特にヨーロッパでは イスラム過激派テロリストがすでに浸透し潜伏している可能性があります。ガザではハマスがイスラエルによって壊滅させられたことで他の世界の隅々に潜んでいるテロリストが出てきて恐怖事件を引き起こす可能性が高いです。バババンガの第三の予言は来年世界経済に影響を与える大規模な経済危機が起こるというものです。 この危機の要因は世界的な債務水準の上昇と地政学的な緊張、経済力の東への移動などです。第4の予言は気候と自然災害に関するものです。バババンガは来年星の軌道が大きく変わり、それによって気候災害を誘発し地表の放射線レベルが急上昇すると述べました。第5の予言は サイバー攻撃についてです。バババンガが生きていた頃は、インターネットはそれほど発達していませんでしたが、彼女は2024年にサイバー攻撃が起こると予言していました。2024年には、より多くのサイバー攻撃によって、発電施設や送電網、水処理施設などの重要なインフラが狙われ、国家安全保障に脅威をもたらすと予言しています。 また、バババンガは朗報をもたらしました。第6に2024年に医療界に革新的な進歩が起こると予言しました。バババンガの予言によれば、アルツハイマー病などの治療不能な疾患に対する新しい治療法が登場し、がんの治療法も見つかるでしょう。第7の予言は、科学技術の革新に関するもので、量子コンピューターが大きな進展を遂げ、 計算速度が大幅に向上し、人工知能が急速に発展して、人類が生活の様々な問題を解決するのに役立つとしています。バババンガの予言は当たるでしょうかそれはまもなくわかるでしょう。予言についてはあまり真剣に考えすぎる必要はありません。私の見解では、予言とは、この宇宙のすべてが神の意志であることを より深く私たちに理解させる手助けにすぎません。私たちは神の意志に従って善行を積み重ねることで人生は自然と順調に進むでしょう。最後に一言。ところで、プーチンは一体どうなったのでしょうかでは、今日はここまでにします。ウェイユーが世間を見る。また次回お会いしましょう。 曾经有一个人，与你的善良感应，请打开你的心。 风尘仆仆，而且显得有点笨。这一次我真的相信了，被你改写了剧本。温暖的眼神，原谅我与暧昧天分。这一次我真的相信了，是被。 熟悉的陌生人，继续前行，不必问。这世界还有余温，多少的人还在等。最深爱的人，何苦执着这戏份？